こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。勝沼にぶどうを買いに来ました。親戚に送るぶどうです。毎年来てるんですけれど、ちょっと思わずソフトクリームを食べました。毎年金森園というぶどうを売っているところに買い物に来ています。その駐車場の上は、まあこれはワイン用のぶどうだと思うんですよね。いっぱいできています。まあ、これはちょっと食べるというよりは甲州かな、ワインにするぶどうですね。いろんな種類のぶどうが置いてあります。なんかあまり知らない名前のぶどうもあります。そうですね、もうでもだいぶ終わっちゃった。どれもとっても美味しそうでした。だんだん種類が少なくなってしまって選ぶのも見るのも楽しみです。人気のシャインマスカットはさすがにたくさんあります。スーパーで買うよりはもうずっとお安いですけど、でもいいお値段です。私が選んだものよりもさらにお店の方が新鮮なものを選び直してくださいました。姉のところに送ったりするぶどうを選びました。すごい美味しそうでしょ。これ見て、オリエンタルなんとかっていうもう読めない。これ見て、面白い形がちょっと違うの。これはこんな名前、これはねピオーネ種なしです。美味しそう。なっているぶどうを眺めて、そしてソフトクリームを食べて帰りました。ソフトクリームはちょっと違うお店に売っていたので、違うお店に来て食べました。せっかく食べてるんですけど、こう言っちゃなんなんですけど、やはり清里で食べるソフトクリームの方がずっと美味しいです。
今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。種類が豊富ですね。そうですね、もうでもだいぶ終わっちゃったのもあるし。